次に冒険エリア内に存在する2種類のセクションについてお伝えします。先ほどお伝えしたように冒険エリアはシームレスにつながる複数のセクションで構成されています。さらにそのセクションには素材集めがメインとなる探索セクションとエネミーとの戦闘がメインとなる戦闘セクションの2種類が存在します。探索、まず探索セクションをご紹介いたします。はい、探索セクションでは様々な手段にて冒険の役に立つ各種素材の入手を楽しむことができます。例えばですね、こちら、果物は木の上になっているのでジャンプをして入手が可能です。このように自然環境から素材を入手することを通称ギャザリングと言います。はい、次にニュージェネシスの世界にはテイムズと呼ばれる野生動物のようなエネミー種が存在し、そのテイムズを倒すことでも素材を手に入れることができます。テイムズは強くはありませんが攻撃をすると逃げていくのでしっかり攻撃を当てないと倒すことができません。あ、もうスムーズに取れるんだね。グライド、あ、そのまま取っちゃう。渋っ。あ、なるほど、今のやりたいな。モーベル、このように探索セクションで手に入れた肉や果物などの素材はプレイヤーを一時的に強化するための料理を作るのに使用ができます。以上、探索セクションの説明動画でした。